フランク・ブグリオには、イギリスのプロボクサー。インフィールドロンドン特別区出身。2011年11月5日、ウェンブリーのウェンブリーアリーナでデビュー戦を行い、初回2分4秒 TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2013年11月30日、ロンドンのカッパーボックスで、ステファン・ホーバスと WBO。 ヨーロピアンスーパーミドル級王座決定戦を行い、8回2分53秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年2月15日、ロンドンのカッパーボックスでガエトノネスプロと対戦し、5回2分24秒、TKO 勝ちを収め、WBO ヨーロピアン王座発防衛に成功した。2014年4月12日、ロンドンのカッパーボックスで、 セルゲイ・コミットスキーと対戦し、プロ初黒星となる6回1分4秒、TKO 負けを喫し、WBO ヨーロピアン王座2度目の防衛に失敗し王座から陥落した。2014年7月16日、ロンドンのヨークホールで、サム・カズンズとブバーバック南部スーパーミドル級王座、決定戦を行い、4回2分24秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 2014年11月29日、ロンドンのエクセル展覧会センターで、アンドリュー・ロビンソンと WBO、ヨーロピアン・スーパー・ミドル級王座決定戦を行い、10回、3から0の判定勝ちを収め WBO ・ヨーロピアン王座への帰り咲きに成功した。2014年12月15日、WBO 最新ランキングを発表し、ブグリオニを、スーパー・ミドル級10位にランクインした。 2015年2月28日、ロンドンの大ーニーアリーナで、イヴァン・ユキッチと対戦し、初回1分25秒 TKO 勝ちを収め、WBO ヨーロピアン王座初防衛に成功した。2015年5月9日、ウェンブリーのウェンブリーアリーナで、D、リ、e、ー・マーカムと対戦し、10回1から1の判定で引き分けたが、WBO ヨーロピアン王座2度目の防衛に成功した。 2015年5月14日、WBO は最新ランキングを発表し、ブグリオーニをスーパーミドル級5位にランクインした。2015年7月8日、WBA は最新ランキングを発表し、ブグリオーニをスーパーミドル級13位にランクインした。2015年7月24日、ウェンブリーのウェンブリーアリーナで WBA 世界スーパーミドル級王者。 キョードル・チュディノフと対戦する予定だったが、試合の2週間前に、チュディノフがスパーリング中に鼻を骨折し、延期となり、代替試合として、フェルナンド・カスタネダと WBA、インターナショナル・スーパー・ミドル級王座決定戦を行い、5回2分26秒小勝ちを収め、王座獲得に成功した。2015年8月10日、 WBO は2015年8月度のランキングを発表し、ブグリオーニをスーパーミドル級ランキングから除外した。2015年8月12日、WBA は最新ランキングを発表し、ブグリオーニをスーパーミドル級4位にランクインした。2015年9月26日、ウェンブリーのウェンブリーアリーナで WBA 世界スーパーミドル級王者、 ヒョードル・チュディノフと対戦し12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。